はい、すいません。なんか途中でね、切れちゃいまして、申し訳ありません。だからね、同じ、その実物を見たいんだけど、やはりそこにはないっていう可能性もあるんで、どうしようかなと思ってるんですけど、どうしようね。まあ、とりあえず、目星は何個か、ね、つけて、それに対してね、小銭貯金とか、まあ、500円貯金とかをやっていくしかないね。私がね、働いて、そこそこ働いて、それなりのものがあれば、多分買えたと思うんだけど、働いてないんで、本当にね、旦那さんには申し訳ないんですけど、だからね、どうしようかなと思って。って思うんだよね。まあまあ、しょうがないかなとは思っています。なかなかね、そうそう、パソコンとかもそうだけど、買い替える、ね、頻繁に買い替えないじゃないですか。パソコンとかもそうだし、他のね、家電製品もそういうのも、頻繁に買い替えないんで、よっぽどね、壊れたとかさ、ぶっ壊したとかじゃない限り、なかなか、ね、頻繁に、1年に1回とか、半年に1回とかさ、買い替えられないじゃないですか。値段も値段だしね。だから、どうしようかなーっていうのは、ちょっと考えています。もしね、よろしければ、このパソコンはおすすめだよとか、デスクトップがいいのか、ノートパソコンがいいのか、自分はデスクトップがいいなーっていうふうに思って、てる方が多いのかね、ちょっと聞きたいですね。皆さんどうでしょうか。もしね、よろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。